ファームはアメリカ合衆国のパイロットである。1932年と1933年に2回に渡って世界一周早回り飛行に挑戦したが途中で失敗した。ロッキードのテストパイロットも務めた。イリノイ州のフリーポートに生まれた。航空会社のパイロットとして働いた後、1931年にロッキードベガを購入し、これを改造して、 センチュリー・オブ・プログレスと命名し、ウィリー・ポストとハロールド・ガティが樹立した、世界一周早回り飛行記録に挑戦した。1932年7月5日に、グリフィン・ベネットと共に、ニューヨークのフロイド・ベネット飛行場を出発し、ニューファンドランド島のハーバー・グレースに飛行し、無着陸で大西洋を横断し、ベルリンまで飛行した。10時間50分での大西洋横断は、 当時最も早い記録であった。7月7日にベラルーシのボリソフに不時着して1回目の挑戦は終わった。1933年6月3日に修理した機体で単独で再び世界一周早回り飛行に飛び立つが、1933年6月14日にシベリアで機体の故障により不時着した。数週間行方不明になるが、エスキモーに救われ、 ソ連のパイロット、ジグムント・レボニエフスキによって、アラスカのロメまで運ばれ、別の機体でニューヨークへ帰還した。レボニエフスキは1937年8月、モスクワから北極を越えて、アメリカ合衆国を目指した飛行中に行方不明となり、マッターンも捜索飛行に加わったが、レボニエフスキは発見されることはなかった。1938年から、 ロッキードのテストパイロットとなり、P-38 の改良に功績があった。1946年病気で飛行できなくなり、不動産業や旅行代理店を経営した。1973年に、全米飛行家協会からウェズレール・マクドナルド・エルダー、ステーツマン・アワードを受賞し、1981年に、オクラホマエアースペース・ホール・オブ・フェームの表彰を受けた。 ワールドフライヤーズリーチベルリンプレスオン、アソシエーテッドプレス、ジェファーソンシティポストトリビューン、ジェファーソンシティ、ミズーリ、ウェンズデー、ジュライロック、1932ページ1、ウェズレー・エル・マクドナルド・エルダーステイツ・マガワーズ、アーカイブド2007年6月30日、アット・ザ・ウェイ・バック・マシン、ナショナル・エリノートック・アソシエーション。ありがとうございます。